どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今日はですね、G ラボのこの今僕ら使ってるこのウクレレなんですけど、チームとですね、ちょっとこう Zoom でですね、世界中をつないで今ミーティングしてるんで、これちょっと面白いなと思って今日ガズレレと G ラボチャンネルでもですね、ガズレレの YouTube チャンネルと G ラボ用の YouTube チャンネルとコラボ動画を撮ろうと思ってます。よろしくお願いします。じゃあ3箇所をご紹介します。まず、ベトナムホーチミンからG ラボのウクレレマスタービルダーもじゃくん手振ってください。はい、一言だけどうぞ。まあ日本は1時ですけど、こっちは今11時ですね。午前11時ね。午前11時です。はい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 。じゃあもうまあ今いい感じのところだね。はい。じゃあ今日はちょっといろいろ現場で使ってるね声をねもじゃくんに届けて、これからなんかもうよりよくなんかなったらいいねっていうのことを話していこうと思うのでよろしくです。じゃあ今度は名古屋から、G ラボウクレレ代表上田さん手を振ってください。はい、上田さんです。もうね、ガズレレのメンバーのね、おなじみだと思うんですけど、この G ラボ、のウクレレを作ってる代表でございますんで、上田さんの、視点からもちょっといろんな話を聞きながらやっていきたいと思います。なんか、ご挨拶お願いします。はい、よろしくお願いします。上田です。お願いします。はい。そしたら、今日ね、ご存知ない方たっぷりいると思うんだけれども、はい。アメリカ・ロサンゼルス、カリフォルニアから、カリフォルニア・ロサンゼルスだな。順番間違えた。ウクレレヒロ君、はい。手振ってください。どうもどうも。はい。彼のね、今日は結構紹介をしようかなと思って、ちょっとなんか喋れる？はい。ウクレレヒロです。今、ロサンゼルスに在留してまして、ライブをいろいろやってます。で、5月に、日本に帰って、この G ラボのですね、ウクレレ持って帰ってきました。ガンガン使ってます。ね、かなりね、この5月に来日してくれたときに、ちょっと声かけて、その G ラボのね、秘密基地に遊びに来なよって言って、で、まあ、弾いてもらって、すごい気に入ってもらって、じゃあ、チューナーも。じゃあ、ウクレレヒロ君、G ラボでちょっとね、まあ、サポートして、ロサンゼルスでさ、活動してるっていうことだけど、まあ、どんな、活動をされてるかっていうのは、まあ、ざっと言うとね、要はパンクロッカーなんですよ、ウクレレヒロ君っていうのは。で、僕とウクレレヒロ君っていうのは、もうそれこそ、もう10年、20年ぐらい前だね、付き合い。ね。ね、で20年ぐらい前にロサンゼルスに僕がバンドでライブ行ってる時にもう遊びに来てくれたぐらい、その頃からすごい仲良くさせてもらってて、でお互いバンドやってたんだけど、ひょんなことからお互いウクレレやってるぞってなって、でウクレレヒロ君は LA でずっとパンクロックの名曲、ロックの名曲をウクレレ一人で弾き語りして、アメリカのオーディエンスを沸かせてるということで、僕は日本でね YouTube 使ってそういう発信をしてて、まあなんかちょっと面白いかなということで、こう世界をまたぐねコラボということをやっていこうということで、まあ G ラボのねこのウクレレメンバーになってもらったんだけど、今日はねまずね、そうだ、ウクレレヒロ君が普段ねどんな活動をロサンゼルスでしているか、ちょっとダイジェストでざーっとこの後ちょっと動画をねここに挟み込みます。じゃあちょっとウクレレヒロ君のロサンゼルスでの活動どうぞどうぞ。が結構ね、すごいなんか活動的に活動されてて、ウクレレ一本でさ、ああやって盛り上げるのっていうのはまた結構深いよね、やっぱりね、イベントで。なかなか、まあそうですね、まあそう湧いてくれる時と全然の時もあるんですけどね。あまあはい。面白いよね。なんか日本人がさ、その要はパンクの本場ですかね、ロサンゼルスに行って言ったら、そこでまあなんか本当一人で本当侍がなんかねワーワーやってるみたいな感じに映ってるのか知らないけど、僕も日本に来てもらった時にそうライブ見に行ったけど、やっぱりね独特の雰囲気でね、もう面白かった。どんどんそれで活動を広げていってね、ウクレレの面白さとかね、可能性をちょっと広げてもらいたいなと思うんですけど、まあ結局このウクレレっていうのはウクレレヒロ君も使ってるまあツールというかね、まあ、要はもう大事なまあ、武器というかツールというかね、なんだでこのちょっと使ってもらってて、なんか思うこととかいろいろリクエストだとか困ったこととかをちょっとこれあえてそれをですね、この YouTube で公開しながらミーティングをしていこうということで、なんか思ったことを何でも言ってください。モージャさんがいるから言いにくいです。なんでいいじゃん。だからいいんですよ。というか、もじゃさん、はじめましてなんですよね。はじめまして。ちなみに僕ら2人ともひろしって言います。あ、そうですね。年齢も近いんじゃないの、もしかして。そうですかね。僕、44です。元のひろさん一緒なんです。あ、本当？あ、上田さんと一緒なんだ。じゃあ、もじゃくんはまたそこからまたもうちょっと若いんだっけ？僕は38ですね。あ、なるほど。じゃあ結構違うね。そうしたら、へえ、面白いね。じゃあ続けてください。はい。僕。うんうん。そうですね。まあ一番困るのはピックアップが違うんですよね。今まで使ったやつとこれ。うん、なんか貼り付けてるタイプなんですよね。でそれで出力がちっちゃいっていうのが一番困るんですよね。スピーカーの近くでやらせることも結構あるので、こっちでは。で、羽織っちゃって、あ、ちょっとこれはダメだってなって、前使ってたやつに変えるっていうことがあるんですよね。それが一番のネックかもしれないですね。ちなみに、前使ってるやつっていうのは、それ今見せてもらうやつは、それ多分アンダーサドルなんだよね、ピックアップが。これなんですけど、この。オスカー・シュミットっていうブランドで、ウォッシュバーンやってて、で、ピックアップがこれですね。プリアンプがついてるタイプのね。はい。まあ、価格も$200ぐらいなんで安いんです。で、まあ、こっちいいんですけど、軽くて、すごく。やっぱり一番は、ピックアップの問題ですかね。音のなんか目指すところのあれもあるかもしれないね。ちょっとなんていうのかな、パンクロックでこうガスガス弾くっていうのもあるしね。こっちのアコースティックっぽく生の音を再現するというと、やっぱもじゃくこっちのやっぱりコンタクト型の方がいいんでしょう。そうです。音の再現度は今うちの貼り付けるタイプの方が高いんですけど、やっぱり今おっしゃられたようにデメリットも多くて。多いというか、まず出力は小さいのも間違いない。アンダーサドル。あと、羽織りやすいのも間違いないです。っていうのは、トップ、ボディのトップの振動を受けるタイプなので、その振動をもろに受けやすいんです。影響を受けやすいんですよね。で、アンダーサドルの弦の振動を受けてるという感じなので、ちょっとイメージしにくいかもしれないですけど、アンダーサドルの方が羽織りにくい。その代わり音の再現度は、弦の振動を受けているので、ウクレレの音、ボディは関係ないっていう。だから、ボディを叩いても、これがアンプから出てくるのがこの G ラボのタイプで、わかんない方がいるかもしれないんで説明しておくと、ハウルっていうのは、こうやって何も弾いてない時に、ボーってなんかスピーカーでこうなんか、うわ、うるさいって音が出ちゃうってことを言うんですよね。で、コンタクト型っていうのはこの内側に貼り付けてあって、この木の表面の、振動を取ってるんだけど、ウクレレヒロ君が使ってたこのやつは、ここのブリッジの下に金属バーがあって、この弦の振動だけを拾ってるってことだよね、つまり。そうですね。そう、なんでその2つの大きな、まあ、違いっていうのはあるからね。だからウクレレヒロさんみたいに、その、まあ大音量で、あとはバックバンドがあったりとか、他の楽器と、一緒にやるっていうと、どうしても音量を上げなきゃいけないので、ちょっと不向きなんですね。ドラムの方と一緒に2人でセッションしたりしてるもんね。ああ、でもまあ、そうですね、ボンゴですよ、言ってる。ボンゴはフルドラムではないですけど。なるほど。Baby, and come. One, two, three, four.の音量に合わせようとすると大きくせざるを得ないので、やっぱりそういうのは、デメリットの方が大きくなっちゃいます。はい、逆にだから本当にウクレレだけで、こう2、3人集まって弾き語るとか、そういう場合だと、そこまで影響を受けないかなっていう。はいはい、そうですね。そう、俺もちょっとさ、全然関係ない話で、僕ね、甥っ子がいるんだよね。で、20歳の甥っ子がそのウクレレをこう弾いたりギターを弾いたりするんだけど、うちに来て弾いたらものすごいやっぱりさ、多分ウクレレヒロ君と僕って結構似てんだよ、弾き方がこうガツガツいくタイプじゃん。なんだけどやっぱりそういうアコースティックの人ってもう本当に優しく弾くからね。だからその音をそのまま出すっていうピックアップだと思うんだよね。ただまあじゃあそれでどうしようかっていうことなんだけれども、だからそれをちょっと考えていくのも面白いかなと思って、そういうスタイルの人もこう現にね、ウクレレヒロ君もいるから、なんかそれをなんか一緒になんか対応策っていうかを考えるのがいいかなと思うのが、まずポイント1かな。で、それ以外はどうですか？問題ですか？うん、問題とか気がついたこととかも。思うことは弦を今、その、何でしたっけ、優しい。柔らかい弦。柔らかい弦。柔らかい弦。使ってるんですけど、やっぱ僕の、その、スタイルに合わせようと、もっと太い、こう、しっかりした音の弦に変えようと思って、この間、これね、やってみたんだ、そうです、そうです。それを使ってるんですけど、変えようと思って、挑戦してみたんですけど、ここのところですねが細すぎて入んなかったんですよね、弦がね。はい、それでちょっと断念して、また結局その同じ弦に戻したんですけど、やっぱりちょっと柔らかすぎるって感じがするわけ。そうなんですよ。弾いてても柔らかすぎるなっていうのもあるんですけど、音的にもちょっと細い。そうね、さっき言ったように、そうね、こうつまびくタイプのね、そうですね。だからそれをつまり、でも、ローGの弦じゃないんでしょ、普通のレギュラーの、ハイGなんだけど、それでもやっぱり入らないってことだよね。そうなんですよ。はいはい。じゃあ、それが2つ目のポイントだな。あと、どうですか？あと。いや、別になければないっていいんだけどさ。あとは、そうですね。いいところを言えば。いい、大歓迎。それは大歓迎。軽いですよね、マジで。マコさんも言ってた、そのヘッドが軽いので、弾きやすいっていうのと、あと、ここにこれがついてるのでかいですね。トラッピンね。今のやつはここにつけてるんですよね。はいはい。昔のフォークシンガーみたいな感じでね。そうなんですよ。そうすると、なんか、弾くときにやっぱ邪魔になっちゃうんですよね。はいはい、わかる。これがここにあるってことはやっぱでかいですね。もともとついてるからね、これがまたいいと思いますね。あと生音はいいですよ、やっぱりこれ何でも。生音は間違いない。これはもうね、やっぱりいいと思うんだよね。はい、だからこれは結構新しいテーマかなと思って G ラボでもね、これからマイクピックアップ使っている人にもいろいろいい参考になるんじゃないかなというふうに思いますということだな。はいはいはい。で、この動画ってさ、さっきも言ったけどコラボ動画にしたいんで、その今2つのポイントが出たと思うんですけど、この2つのポイント、これからもじゃくんと上田さんも交えて、なんか次の方向性を探っていこうと思うんですけど、その動画はですね、よくあるやつです。G ラボの YouTube チャンネルの方で公開しようと思いますので、皆さん、ちょっとURL、ここに、URL というか動画、ここにリンク貼っとく、まあ、間に合わなかったら後でつけるかもだけど、概要欄にも貼っとくんですけど、ここ、そうそう。見てください。で、ウクレレヒロ君の活動、ぜひ皆さんもね、フォローしてください。なんか SNS とか YouTube の情報も概要欄に貼っとくし、ここに貼りますから、ここに、どっかここら辺にも。はい。ヒロ君は何を貼ったらいいのかな、一番。じゃあインスタグラムが一番分かりやすいってことなんで、インスタグラムを貼っておくんで、じゃあ、そんなシェアもしつつ、ぜひ、後編の G ラボでその解決編も見てください。それではまずガズレレの YouTube チャンネルはここら辺でちょっと皆さんバイバイかな。じゃあ、後半の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。